古宮克人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。今日の質問は、古宮さん質問です。智弁和歌山は県外選手は2人しかも、関西圏だけだったはずですが、一昨年のメダイ選手は青森県出身だったのですが、智弁和歌山は関西圏だけでなく全国規模で選手を探すのですか？もしそうであれば全国の中学生にチャンスがあるということなんでしょうか、という質問をいただいたんですけども、そうですね、もともとこの視聴者の方がおっしゃる通り、智弁和歌山っていうのは10人中県外枠が2人っていう風な流れでずっと来てたんですけども、黒川主将の世代から一学年12名に変わりまして、で今現役の選手らの世代でも12、13、14あたりで一学年の人数が少し増えてきてるんですよね。でその中で、県外枠の、ね、2名っていうのが、まあ、3名、4名多くて5人ぐらいは入ってるんですかね、今はね。そうやって、県外枠の、選手たちが、増えてきてるっていうのが実際の現状だと思います。まあ、調べてもらったらもうちょっと多いかもわからないんですけども、でそんな中で全国規模で選手を探すのですかっていうところなんですけども、まあ、特に全国規模で、私がまあ在籍してた時は選手を探していたわけではなくて、まあ、メダイ選手は縁あって青森県から智弁和歌山に進学することになったんですけども、別に関東圏の選手とかあとは九州の選手とかを、探しているわけじゃないんですね。基本的には地元和歌山の選手たちで、そして県外枠も基本的には近畿地方の選手たちで、智弁和歌山は構成されているチームになります。で昨今ね、野球人口の減少で和歌山県内の野球人口もやっぱり激減してるんですよね。でさらに、先ほども申し上げましたけども、10名から12名に、枠を増やした理由っていうのもやっぱあるんですね。っていうのも、まあ、2000年から、まあ、私が現役時代だった2006年あたり、もうちょっとあと2008年とか2009年、そのあたりまではやっぱり中学野球も、ピッチャーやったり、ピッチャーやってない時はショートやったり外野やったり、まあその選手自体がオールマイティーですよね。ピッチャーとしてよかったらバッティングもいいっていう選手が当時はかなり多かったので、智弁和歌山が一学年10人でも、投げていない時は他のポジションに行って、しかもバッティングが効くからクリーンアップを打つとか、そういうことも結構あったんですけど、なんかその小学校中学校の育成のあたりから、まあ、少年野球も分業制っていうのが進んだのか、そもそもそのどこのポジションもうまくこなせることができて、バッティングも効くような選手の数がどんどん減ってきたのか、まあ、その辺は運動神経とかあとは生活習慣とかそういうところの話もなってくると思うんですけども、ピッチャーとして、智弁和歌山に入学してきた選手がピッチャー以外は苦手っていう選手が結構増えてきたんですよ。ってなってくると、やっぱり一学年10人になってきたらピッチャーをそこで、ピッチャーできる選手を3名から4名ぐらい取ってしまうと、野手がまあ6人とか7人とかの勝負になってくるので、競争もないし選手層もないっていうことで、やっぱり秋の大会とかを勝ち進んでいくのがやっぱ苦しくなってきたんですよね。そういう関係で、10名から12名に2名枠を増やしていく中で、選手の層をちょっと厚くして、もう一回全国でも勝負できるようにっていう風な流れで12名に変えて、で今は13、14あたりまで行ってるんですかね。そういうふうに、和歌山県の選手と県外の選手っていうのも枠を増やしながら今の智弁和歌山が構成されています。でチャンスがないっていうことではなくて、でもチャンスがあるっていうことではなくて、まあこれは今、現在智弁和歌山の監督のさんであったり、あとは部長先生のスタッフの考え方、それひいては、学校自体の考え方にもなってきますので、その辺はまあ私がどうこう言える範囲ではないのですけども、現状智弁和歌山の選手獲得っていうのはそういう流れで今まで進んできてますので、どうぞ、参考にしてもらえればなと思います。どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞ
よろしくお願いします。